こんにちは、かじけいこです。今ですね、ちょっとスマホとパソコンと両方で撮ってるんですけども、パソコンのね、どうも色が悪くって、動画撮影に向いてるパソコンじゃないのかもしれないんですが、どうもちらついたら良くないんで、今日はスマホですけども、人生は中学で決まるというテーマを考えておりまして、それについて自分のこととかもね入れて話したいと思うんですが、最初にですね、いいねボタンと、それからできたらチャンネル登録よろしくお願いします。まあこれまでね、長い人生ですけども、まあ長いっていうか、まあ短いっていう人もいますけども、考えてね、それから最近活躍してる大谷翔平君とかですね、いろいろ将棋の、棋士とか、それからアスリートとかね、活躍している人を見るとね、やっぱりね、中学の時に人生は決まっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。もちろんそういうスポーツ選手とかそういう方だけじゃなくて、まあ企業のサラリーマンになるとか、役人になるとか、政治家になるとか、いろいろこう、ありますけども、そういう人たちもね、もちろんそれを中学の時決まるっていうとね、いやいやそんなことない、40から、勉強してね、今の人生になってるとかおっしゃる方もいるかと思うんですけども、やっぱりね、中学ぐらいに、その人生が決まるっていうふうに思いますね。私は中学時代は2つやりたいことがあって、一つは音楽家になりたかったんですね。まあ、ちょっとその頃は中学ぐらいからピアノを始めたんですけども、ピアノは音楽家、ピアノはですね、その頃3歳半から始めるのがいいっていうのを何かで読んだんですね。だからまあもう中学生だからもう間に合わないんだと、ピアニストにはなれないっていうふうに思ったんですね、まあ、子供心に。それで今からやってももう間に合わないんだから、まあ、作曲家でもなりたいなと、作曲家になりたいかなと思って作曲したりしてたんですよね、その中学生の頃に。まあ、放課後とかいうタイトルのピアノ曲とか作ったりしてたんですけども、その後ね、ピアノは実は高校生ぐらいまでしか弾いてなくって、まあバイエル、チェルニー、そのうちね、そのあとまでは行ったんですけども、その後は、琴を少しやって、まあ、2年ぐらい琴をやったりしてね、結局その音楽の方には行かなかった。でも田舎にいたもので音楽学校行くとかね、そういうようなことも時代的にも戦争の後で、資産を全部父が失った、そしてまあ役人だったので役所勤めしてたんですけども、田舎にいたもんで。だからそういうまあね、今みたいに好きなところに行けるとかそういう状況ではなかったんですね。それでまあ自分でもそんなに行けるわけじゃないしと思って、どっかで諦めてるみたいなとこもあって、ただ単にまあちょっと、音楽が好きだから音楽学校行きたいなぐらいのことしか思ってなかったんですけども、まあその頃はね、その頃でも上野音楽大学と上野の、ね、芸術大学、今のありますけども、そういうようなことで音楽は好きだったんですね。まあクラシックですけども、で、まあ、今みたいにね、ストリートライブとかして、そのゆずみたいにね、横浜でデビューして、有名になったりっていう軽音楽っていうんですか、ポップのとか、まあ、流行歌手とかですね、そういろいろあったけども、そういうものには田舎者なので、自分が手が届くところにいるというふうに思ってなかったってところがあるんですね。だから音楽家はなりたいなっていうのはあって、まあ作文なんかにはね、ドイツに留学して音楽家になる、なりたいとかね、まあそんなこと書いたりしてね、職員室で、田舎の職員室でちょっと騒ぎになったらしいんですけども、そんなあれがあったんですけど、音楽をやめました。ただ音楽家にはならなかったけども、未だにね、やっぱクラシックが好きで、中学生頃にその弾いたピアノをですね、
今もう60年ぐらい弾いてないんですけども、ちょっと電子ピアノ、この前ですね、ブックオフ行ったら電子ピアノ売ってて、いやちょっと電子ピアノ買って弾いてみようかなとか思って、っていうのは全然覚えてないんですよ、楽譜も何も。だから始めるとしたらバイエルぐらいからしか始められないんで、ちょっとやってみたいなと思ってるんですね。でそのうち、YouTube でもね、アップ しようかなと思ってるんですけども、やっぱり中学生ぐらいの頃のそういう気持ちっていうのは、やっぱこの年になってもですね、やっぱり消えてないっていうのがね、やっぱりね、中学、まあ、アスリートの中学生頃から活躍してるね、そういう子たちの見てでもそうですけど、でも自分を振り返ってもやっぱり人生っていうのが、その頃の自分の考え方とか気持ちとかっていうのはつながってるなというふうに思いますね。中学生の頃、私はスポーツ苦手でですね、運動会が大嫌いだったんですけども、やっぱ今でもスポーツしないですね。スポーツにもあんまり興味ないし、まあ野球でね、この前の WBC の時は盛り上がって、私もさすがに決勝戦の時はもうハラハラしながらね見ましたけども、でも自分がするっていうことはずっとスポーツの縁のない人生でした。やっぱり中学生の時から好きじゃなかったっていう謎を引いてるなと思うね。もう一つはね、音楽の他に好きだったのが文学が好きだったんですね。それで戦争の後ですけども、学校にですね、図書室とか図書館とかっていうのがあって、田舎の学校ですけど結構本がいっぱいあってね、小学校の 2,3 年頃から、図書室にいつも行って、そこの本を片っ端から読んでたんですね。で最初に読んだのが、偉人伝っていうのが小学校の図書室にあって、ヘレン・ケラーがどうしたとかね、野口英世がとかいうような偉人の、伝記みたいなのがあったんですよ。伝記が一冊、単行本で、3センチぐらいの厚さとか4センチぐらいの厚さとかね、そういうのを、読んだんですね。でなんでね、それを読んだ、偉人伝を最初に読んだかっていうと、その時ね、私はね、これからね、生きていくサンプルになるんじゃないかなと思ったね。そういう偉人伝がずらーっと図書室にあるので、それを読むと、自分の生き方っていうか暮らし方というかね、そういうのを選べるんじゃないかなと思ったんですね。それを読めばね、参考にできる、ヘレン・ケラーとかいろいろみんな偉人ですから、自分が偉人になるということは思わないけども、でもどういうふうに偉くなった人たちっていうのは生きてたのか、生きてきたのかなと思ってね、それを知りたいと思ったんですね。それで偉人伝が何十冊、50冊か100冊か、あったんですけども、1シリーズ、2シリーズとかね、結構何シリーズもあったんですけども、すごくそれを夢中で図書室で読んだのを、覚えてます。それから、その後ですね、小学校の高学年になると、当時はですね、今だと何でしょう、ライトノベルみたいのになるんですかね、少女小説っていうのがあったんですね。少女小説が今の方ね、小小説って分かんないかもしれないけど、少女を主人公にしたちょっと甘い小説、今でいうドラマ、メロドラマみたいな、トレンディードラマみたいな、でもそれは少女を主人公にしてね。そして、当時覚えてるストーリーはですね、東京の銀座とかですね、綺麗な街を、男性が歩いてて、そこでね、すごくね、綺麗なお嬢さんを見かけるんですね。おしゃれしたファッショナブルなお洋服着てね。で戦後ですので、貧しい時代ですので、その青年もですね、こんなきれいな人、美人きれいなね、 お嬢さん風な人、どんなところにどんな邸宅に住んでるだろうと思って、これ少女小説のストーリーですよ、ついていくんです、お嬢さんにずっとですね。そうするとね、ついていったらなんと、バラックの、バラックっていうとね、戦争のあと日本が負けて焼け野原になったので、いっぱい焼けた今ウクライナなんかもね、
あの家が壊れてますけど、当時日本は日本家屋の木造の家屋、平屋建てとかね、そういう住宅街で、あのマンションっていうようなものはまだあんまりなかったんですけども、そのね、焼け焦げた焼けて落ちた板とか柱をですね拾ってきて、まあ基地に空いたところにですね、まあ、全部あの焼け野原だから空いてるんで、まあ、田園調布とかね、ずっとロープ張って土地取ったっていう話もありますけども、どっかそこにあの家を建てる、小屋を建てるね、家というよりも小屋をね、つまり雨露をしのぐ、現代で言えばあの国がやってくれるあの、復興住宅とかね、それから避難所でも、まあ、避難住宅というか、その、そういう、まあ、小さい家を建ててくれますね、2DKぐらいのね、そういうねものを、当時は戦争の後だから政府ももう、占領されてますよね、占領軍に。日本の政府はまあ独立してないわけですから、じゃあのまあないようなもんですから、でもう自力でやるしかないんですね、家でも。そんなあの、避難所建ててくれたりですね、復興住宅といってね建ててくれたりね、そういうようなことはないわけだから、自分で建てるんですね。それを板とか拾ってきて、こう屋根と、まあ、雨露しのぐ小屋を建てたのをバラックって言ってたんですね。そのバラック小屋に、その銀座かなんかで、こうまあ青山ですかね、どこか、とにかくそういう綺麗な町から綺麗なお嬢さんが帰ったのがバラック建てのお家だったっていう、そういう話なんですね。でそれ時代を表してるんですけども、まあ今だったらね、最高級のブラン、まあ例えばブランドの、お洋服着てね、ファッショナブル、今少ないですけど、まあそういうふうな格好してる人いないですけども、それでもね、グッチのバッグとか持ってね歩いててもね、もしそれはもう、もしかしたら中古品かもしれないし、そういうあの邸宅に、だからって言って邸宅に住んでるって誰も思わないですけども、その当時戦争の後なので、そういう小説を、あったんです、そういう小説が。そしてね、その、まあ、小説を読んで、あ、なんか面白いなと思ってね、そしてそれから少女小説だけじゃなくて少女雑誌って言ったのがあったんですね。で父が、時々ですね、綺麗なあの少女とかっていう雑誌を買ってきてくれると、すごくね、あの嬉しくって、それを見てね、ちょっとまあ憧れるっていうんですか、そういうような世界、出てる世界。それで中に、そのそういう雑誌の中に、まあ、連載みたいにね、単発でもいいんだけど、少女小説みたいなのが載ってるんですよ、小説が。まあ、絵がついてて、挿絵があってですね、伊勢田邦彦とかいうね、あの、画家、挿絵画家のね、挿絵が入ってて、小説が載ってるっていう物語があるっていうような、まあ、雑誌があったんですけど、その中の小説を読んで、あ、面白いなと思って好きだったんですね、そういう読んで。で当時、やっぱり小学校2年生とか3年生とか、まあ、4、5年生ですけども、作文なんかもよくあって、学校であの国語の時間に作文書くんですけどもね、その頃からね、なんでかわかんないけど、作文が上手、うまい方だったんですね。それで、いつもあの先生がね、その中から作文集めた中からですね、まあ、2、3人の作品というほどでもないですよ、作文をですね、集めて、で、学年かなんかでこうプリントになんかしてね、そしてその、プリントにして、文集みたいのをね、作ってくれて、先生が、子供に渡してたんですよね。そこにね、いつもね、出てたんですよ、名前が。名前というか作文が。だから、別にその練習したわけでも何でもないんだけども、まあ、本をちょっとたくさん読んでたから、まあ、文章を覚えたということで、そういう書けたっていうんだろうとは思うんですけども。それでね、自分でも好きだったんですね。読むのが好きだったから、まあ、作文書いて。それで、ある時ですね、私が自転車乗っててね、自転車ひっくり返って、指をですね、この今でもちょっと変形してるんですけど、この薬指をチェーンに挟んだんですね、倒れて。血が出てね。そして、その時のことをね、作文に書いたんですね。何かの作文の中にその場面を書いたんですね。そしたらね、姉がそれを読んでてね、
ちょっとね、あのオーバーに、いわゆる大げさにね書いてるだろうみたいなことをね、作文だからね大げさに書いたんだろうって言って言ったんですね。でやっぱりね、その表現っていうのが普通に話す、普通にこうだったのよって話すのと違って、作文書くときにはね、やっぱりちょっとそこの脚色みたいなこともあったんだろうと思うんですね。あの怪我してちょっと大変なことな血も、例えば血がね、あのちょっと出たのにちょっと多めに書いたとかね、痛いのをちょっと痛かったのにすごく痛かったように見えて書いたりとかね、そういうことあったのかもしれないんで、その頃からですね、ちょっとフィクションを混ぜるっていう、なんていうんですか、コツ、文章を書くときはちょっとフィクション混ぜていいんだみたいのを、なぜかあの作文書いたときに自分で、やってたわけですね。それで知っててそういうふうに書いてたんですけども、そのうちにまあそういうわけだったからかもしれないんですが、私は兄弟がいたんですけども、何か父がですね、文学全集を買ってくるようになって、そして一度にね2時間とかそういうんじゃなくて、文学全集っていうのは、例えば角川とかいろいろ、新潮社とかなんかありますけども、その、出版社がですね1冊ずつその頃出してたんですね。1ヶ月に1冊ずつ、だいっぺんにポンと、今のブックオフみたいなのだと一発でこう揃ったものを買ったりはできますけども、当時はあんまりその貸し本屋はあったけども、そういうね古本屋みたいなの発達してないんで、アマゾンもないですからね。だから1冊ずつ発行するんです。今月は志賀直哉、今月は谷崎潤一郎、今月は、そうですね、武者の小路さんのやつだとかね、そういうふうに1冊ずつ出すんです。それで中には3人ぐらい入って全集もあったんです。でその頃は今みたいにですね、活字が大きくて余白が大きく、つまり活の文字数が少ないっていうではなくて、びっしり入ってるんですよね。紙節約してるとか、三段組で全集って小さい文字でですね、三段組で読むんですね。だからぎっしり入ってるので、3人ぐらい入ってる場合もあるんですね。1人だけの時もあるけども。それでその昭和文学全集が、20何冊か、30冊か、50冊はなかったと思うんですけども、それを読んで、そしてその頃ですね、文学に、中学生の頃ですね、文学がもうさらに好きになって、図書館にあったロシア文学ですね、トルストイの復活っていうのを読んで、もうすごく、ロシア文学が好きになって、で、ドストエフスキーとかね、いろいろありますけど、トルゲネフとかあるけど、その後ですね、日本の文学全集じゃなくて、今度は世界の文学全集っていうのを読むようになって、それでとにかく文学好きになったので、別にそれで小説家にはならなかったんですけど、それで普通に生きてきたわけですけども、その後ね、ずっと私小説書き始めるんですけど、 20代の時、28歳ぐらいから小説書き始めるんですね。その後ちょっとぐらい書いてたか、単発でねちょっと書いたことはあるかもしれないけど、大体28歳ぐらいの頃に小説書き始めて、ですね、そして、雑誌にですね出すようになって、同人雑誌にね出すようになって、それでずっとね、今もその同人雑誌に関わってまだ小説書いてるんですよ。つまり中学生の頃にやっぱりそういうふうに音楽とか、文学に、を始めた、そのままですね、人生は、むしろその人生はね、その文学だけでね来たような、もちろん会社勤めしたりですね、仕事しながらですけど、家庭もありましたけども、結婚もしましたし、子供もいますので家庭もあるんですけども、自分の中では体も心もですね文学一筋みたいなところがあるんですね。一つではなかったんですけども、そういうふうにね、やっぱ
ぱりね、中学生の頃っていうのは人生をその後、例えば漱石だとかね、そういうようなものにならなくてもね、特別有名な人にならなくてもね、人生は中学生の頃にね、好きだったものをずっと選ぶように、自然にですね、選ぶようになってるんだなっていうのをね、まあアスリートの人の活躍とか見てても、もちろんその時の思うんですけども、自分の人生考えてもね、そう思いますね。それでじゃあなぜね、音楽家、有名な音楽家にならなかったのか、じゃあなんで芥川賞取ってないのかっていうふうになるわけですよ。その文学好きだったらね、一筋にしたら、アスリートとかね、藤井さんのような将棋でね、トップになるとかね、そういうふうなこと一生懸命ね、一筋だったらやればいいものを、まあ結婚したり家庭持ったりですね、子育てしたり、それから会社勤めしたり、でいろんなことしてですね、今発明、発明家になってますけども、発明の勉強したりですね、してます、してる。つまりもう一筋に死ぬほどね、やってれば、もしかしたらね、もしかしたらって結構チャンスはあったんですよ。芥川賞の、まあ私は師匠っていう人がいて、先生について文学の勉強した、小説の勉強したんですけども、芥川賞取るよっては言われてたんですけども、新人賞に4、5回新人賞の最終候補には残ってるんですけども、新人賞を受賞できなかったので、まあ一つね、新人賞一つ佳作になって入賞したのはありますけども、要するにね、芥川賞っていうのは新人賞を受賞しないと芥川賞の候補になれないんですね。結局は文芸雑誌が出すので、新人賞っていうのは文芸雑誌の出す、文芸春秋だったら文学会とか、講談社だったら群像とかですね、そういう新潮社だったら新潮とかね、そういう文芸雑誌があるので、そこの新人賞の受賞しないと、受賞した作品が今度芥川賞 の、候補に出すわけですね。候補にはならなかったんですね。私のまあ親しい友達は小説書き始めてすぐね、芥川賞を取りましたけども、まあ、その後それほど文学では大成、芥川賞を取ったけども文学作品はその後話題になるほどのね、いい作品は本当の、まあ、純文学と言われるようなものは書けなかったなって、まあ、思って残念なんですけども、でも名前としては他でね、売れて、クリスチャン、その宗教活動の方にね、行ったから、それでまあ芥川賞を取ってるので、講演とかいつも行ってたんで、まあ有名にはなってるんですけども、まあ私はそういう意味では有名になれなかったんで、でもまあそれはですね、やっぱりまあ音楽もそうですけども、執着心を持ってね、それを一筋に、一生懸命、一筋なくてもいいんですよ、二筋でも三筋でもいいんだけど、死に物狂いでですね、例えば、まあ、会社なんか行かないで、私の友達は仕事もつかないで、結婚もしないでですね、一筋に小説書いてるっていう友達がいるんですね、男ですけども。で、その代わり生活も大変なので、贅沢はしないっていうか、余計なお金は使わないで、もう絶対特急に電車に乗らないとかね、私はもうすぐ新幹線だとか特急とか乗ったりして、綺麗な電車が好きなんですけど、彼はもう絶対普通電車以外に乗らないんですよね。で、私はまあ普通電車だったらもうグリーンに乗っちゃったりするんですけども、そういうことはしないと。そして食べ物も安いイワシを買ってて、イワシも50円したら高いとか言ってましたけども、今ね、サンマが今高いそうですけど、でそういう風にしてね、もうしがみついて一生懸命書くっていう風なして芥川賞も絶対取るっていう風に執念持ってね、直木賞絶対取るって言って、浅田さんだったか、もう違う人だったかちょっと忘れましたけども、なんかもう絶対芥川、ね、直木賞取るってね言って書いてた人いますけど、そういう風にね、執着心持ってね書いてる人はやっぱり大成して、トップの地位を得るということなんですけども、それはしなかったので、まあ、私は師匠にいつも、欲がないって言われてましてね、まあ、そういうんで、
応募新人賞でもねよく応募すればいいんですけども、それもまあ忙しかったっていうのもあるんですよ、会社勤めしてね、その頃ワープロ持って歩いたりとかしても、出張も多かったのでいつもあのワープロ持って歩いたりしてましたけども、出張の時持っていくとかね、それはまあ言い訳で、結局本当にあの芥川賞を取って有名になりたいって気持ちがあったらですね、まあ、あとちょっとっていうところまではあのあったの、そのところでねできなかったのは、これはあの若い方たちにいつも言うんですけど、絶対賞は取った方がいいんで、しがみついてでもあの一生懸命頑張れって言って、いざっていう時はもうそれこそ会社休んででもね書きなさいみたいな、私もあの新人賞あの候補になった時はですね、あの編集者からねチェックが入って、ここ、まあ、構成みたいなのがあったんですけども、でも会社そんなことでね新人賞ぐらいで休め、文学のなんかまあ、そんなことぐらいでね会社休むなんてことありえないので、普通通りですね、会社残業も多かったし、その頃は今と違ってね夜中に帰ったりしてましたから、まあ、1,2 時間の仮眠でねそれで書き直したりなんかして、あの時ね本当もうちょっと3日ぐらい会社休んでですね、もうちょっと一生懸命しとけばね、もしかしたらね芥川賞候補にぐらいはなってたかもしれないなと思って、そういうところでやっぱりね芥川賞を取らなかったのは、まずかったなっていうふうに今思ってる。だから若い人にはね絶対取るように、そういうチャンスが来た時はね、よくチャンスは前髪をつかめなんてよく言いますけども、それは何かそういう来た時はね、やっぱりまあ死に物狂いでそれに向かってそこに 一筋に行った方がいいと思うんですよね。家庭がどうであれ何であれ仕事であれね、別にそんなそれで仕事を失うってことはないですからね、休んだぐらいで。なんか例えばチャンスがあったら1年休職するとかね、1ヶ月休むとかね、なんかまあ今J.Sodaさんのもんで、問題になってますけども、そういうフェスに、ね、行きたかったらね休んで行けばいいと思うんで、やっぱりその自分のチャンスのある時は一生懸命やった方がっていうか、もうやるべきだなっていうふうにこの年になったら今思いますね。で、まあその人生は中学で決まるっていうのはですね、やっぱりその中学生の時にチャンスがあるので、ここに目があるんだろうと思うんですね。よく小説なんかで文学ではね、鉱脈を掘るって言いますけど、鉱脈、その人の鉱脈っていうのはここら辺にあるんですよね。例えばサラリーマンになるにしても、例えば銀行に勤めるとかですね、新聞社に勤めるとかいろいろあるにしてもですね、じゃあ理科系がいいのか文化系がいいのかっていうこともあったりして、自分の好きな方ね、機械関係ね、最近私は高校生の商業高校とか農業高校とか、そして工業高校とかのね見てね、例えばねお笑い芸人の人でもね、電気工事士持ってるとかね、資格結構いっぱい持ってて、簿記の2級持ってるとかね、それ強いですよね、そういう。だからねやっぱりねそっちの方、中学生ぐらいの時に例えばそういうのちょっと得意そうだなと思ったらね、資格を取るとかでもいい、資格を取っとくとかですね、どんどん2級だったら1級取っとくとかね、建築だったら2級建築士とか取って、その後1級建築士とかって取るとか、若いうちにですね、やっぱりその好きなもの、私は父の関係の仕事の関係で、建築の本なんかよく間取り図なんか見てね、すごく好きだったんですよね、建築の本があったんでそれ見てて。だけどね数学が苦手だったんで、父がね数学を苦手だから建築は無理だって言われて、その時もそうかなと思ってやらなかったんですけどね、そんなやっぱ親もね子供をそう抑えるっていうようなことじゃなくて伸ばしてやるみたいなね、アスリートの方たちはね親がどんどんね、まあ試合に連れていくとかね、ゴルフに連れてゴルフの大会に連れていくとかね、お金もかけてって、まあ、しますね。やっぱりそういうような子供はやっぱりアスリートになったりして、そういうチャンス環境のない人はやっぱりどんなにその中学校でですね、大会で一等になったとかって言ってもね、親がその理解なくてそういうことしてくれなかったらお金もかかるわけだから、アスリートにはなれないわけですよね。だって遠征もあるわけだから。だからそういう親もしね親だったら子供にその子供が
好きそうなものって中学生頃にね、何か好きなもの、昆虫が好きとかなんか、そういう好きなものにね、例えばまあ、図鑑とかわからなくてもね、その本をね、いっぱい買って置いてやるとかね、10冊ぐらい、昆虫好きな子だったら昆虫のね、本を、まあ、大人の本をですね、子供だむしの本じゃなくてね、まあ、そういうような環境に置いてやるとかね、するのがいいと思います。そして進路を決めるときも、やっぱりそっちの方が好きなんだから、やっぱりこのどこの大学がいいのかとかね、よくね、大学なんか行かなくてどうのって言うけど、やっぱり大学っていうのは勉強するとこなので、やっぱり好きなことをさらに勉強するっていうのはね、私は別にね、学歴がどうのじゃなくてね、それ勉強する場としてね、非常に大学っていうのは4年間あるわけですから、まあ5年になってもいいわけだけども、その間ね、自分の好きな勉強をねできるわけですね。だからね、働かなくてもいいわけだから、ものすごく恵まれた環境なんですよね。だからそういうような自分で何か好きなものがありそうだったらね、子供をそっちの方向にして、この学校行くんだったらこれぐらい勉強しなきゃいけないで、じゃあ勉強させるようにね、仕向けるとかね。昔、まあ私が母親の頃は教育ママとか言って、教育ママいけないみたいに言われてね、私はもうちょっと教育ママして子供にね、もっと援助って応援すればよかったなって今思ってるんですけど、親はね、子供にそういう、子供は無力ですからね、経済的には無力ですから、何もそういう力がないんで親がやってあげると。そしてやった人がまあその成功っていう、自分の好きなことですよ、好きなことを伸ばせるようにね。別に大工さんになりたいんだったら大工さんになる、建築の勉強させればいいわけですから、建築の本を買ってあげるとかね。それで、ね、2級建築士の試験を受けられるとか、デザイン、インテリアデザインの勉強の本があれば勉強するとか、そしたらインテリアデザイナーの勉強しようとかですね、資格を取ろうとかって子供になっていくわけだから、まあ、安藤忠雄さんもね、建築家ですけど独学だって言ってましたね。別に建築家出た、大学の建築家出たわけじゃなくて、独学だって言ってましたけど、建築一級建築士の試験とかも試験受けられるわけですからね、会社勤めしながらでも。そういうチャンスをね、親の方は、あんまりね、マスコミね、そんな教育マンがどうのこうのって悪口言われたとしても、いや、それはね、やっぱ子供を伸ばすために力を応援してやった方がいいわけですよ。あんまりね、強制してね、むしろ嫌がるようになったらね、帰ったらですけども、まあね、アスリートの人はね、そんなね、やんなくてもいいよって親が言って、まあ一生懸命やるっていうのはね、まあ好きだからやるっていうことではあるんでしょうけど、まあそういうふうに、むしろ子供にはね、応援して、こういう学校があるよと、こういう大学があるよとかね、こういう予備校があるよとか、こういう仕事があるよとかっていうの、大人だからこそ分かるものっていうのがあるんで、まあ今はね、ネットで情報調べようと思ったらいっぱいありますけども、親もその子供が好きそうなね、美術が好き、絵を描くのが好きだったらね、小さい子供たち、小学生ぐらいだったらね、展覧会に、ね、連れて行くとかね、絵を見せてやるとかね、休みの日にはそうするとか、すればいいものをね、見せれば、何でもね、芸術でなくてもね、とにかく何でもいいものを子供のうちに見せろって言うんですよね。だから食品、食べ物も料理も、その調理ですね、料理っていうか、そんなグルメとかじゃなくてね、5歳までの舌ですね、この舌で味を覚えるのは5歳までだったんですよね。で、5歳までに美味しいものを、本物を食べとくと、例えば新鮮な魚とかね、畑で採れる野菜を食べると、農薬の入ってない野菜を食べるとか、5歳までに決まるそうなんです、舌のその能力っていうのは。だからね、やっぱり生まれる時からですね、添加物のいっぱい入ってるような食べ物を食べるよりも、そういう美味しいものを食べる、それからやっぱり芸術見せる、絵を一枚見せるにしても、近所の上手な、まあ、セミプロみたいな人の絵を見せる、そこにね、近所に、まあ、ちょっとセミプロっぽいね、絵の上手な人がいても、まあ、自称画家みたいなね、絵描きみたいな人の絵ではなくて、まあ、それ見ててもいいですけども、やっぱりね、一流の、
一流というか、まあ、もう古典になってるようなね、美術館に行って見せるとかね、そういう、まあ、新しい絵を見せるということももちろんいいですけども、そういうような一流のものに接する、それからやっぱり人物もそう、現実の先生でもですね、やっぱりね、偉い、本当に偉い先生にできたら会った方がいい、ね、全然違いますので、ね、風格が違うし話も違うし、こと全然違いますので、立派な先生に会うっていうこと、まあ、私も、文学のおかげでですね、いろいろ立派な先生と親しくお話聞くことができて、まあ、それによってね、その先生方の著書を読むっていうことで、得たものっていうのはすごく大きかったんですけども、やっぱりね、機会があればね、そういう、別にその有名人でなくてもね、やっぱりトップにいるような人のに会うっていう、会ってね、機会があればね、石原慎太郎の息子の石原良純さんは言ってましたね、いつも慎太郎が芥川賞を取った人なんで有名作家ですよね、だから、いつもまあ普通有名な人がね、作家たちが来ていつもまあ話をしてるのを聞いて、子供の頃にね、そういう話を聞いて、大人の話を聞いて、そして何かやっぱりそれの教養っていうの、耳から入ってきた教養、まあ会った時の風格もそうですけども、なんかそういう偉い人と、偉いっていうのは地位が偉いだけじゃなくてですね、人格的にも人物的にもそういう人に接してると、やっぱりその自分の生き方みたいなね、まあ太宰みたいにとんでもない、まあ、作品はいいですけども、2回目3回目心中する、女と心中するとかですね、働かないでこういう財産で食べたとかね、そういうのもありますけども、でもやっぱりね、そういう人に会う機会があるっていうのはいいことですよね。だから子供がね、まあ子供小さい頃はね、まあ中学生とか高校生ぐらいまではね、やっぱり親の友達みたいな、友達ですねとか、まあ、仕事の関係でもいいですけど、いつもね、家に来てるようなところの子は、不良にならないって昔私は聞いたんですね。つまり大人、まあ自分の親の父親の友達っていうか仕事関係の人が来るとかね、そうすると、そういう話を聞いて、やっぱ大人の勉強するっていう、人生を勉強するっていうね、機会になるんだろうと思うんですね。だから、まあ、今ね、リモートで仕事してて、それをもし横で聞いてるといい勉強なんじゃないかなと、子供もね、いいんじゃないかなと思うんですけども、私もね、子供の頃、うちは、まあ、戦後、戦争の後は、役所、まあ役所でも小さい役所に勤めてた父親がですね、戦争負けたから資産なくして小さい役所に勤めてたんですけども、まあ要するに後輩たちがですね、県庁の県庁の人たちが、その要するに、まあ、勉強に来てるらしいんですね。ちょっと詳しいことは分からなかったんですよ。何しに来てるのかなと思った、何かこれはどうしたらいいかっていうのを、父がまあ 先輩になるもん、先輩っていうのはその仕事の先輩っていうふうに、直接の先輩で ないんですけども、何かその人に聞いたら参考になるんじゃないかっていうんで、その県庁の、若い人たちがですね、職員たちがよく2人とか3人とかでよく来てたんですよ、うちにね。そして戦後建てた小さいうちなのでね、そこの狭いところでね、真面目に一生懸命話を聞いたりして、まあ、どういう話してたの知らないんですけども、専門的なことを話を聞いて、そして帰っていくっていうことがよくあったんですね。でも、まあ、結構高齢になってた父の80ぐらいになってもね、なんかそう図面持ってきたりなんかしてね、そう見たりとかいうことがよくあったの でそういう仕事をしてる、なんかそういうのなんとなく知って、見聞きするっていうね、子供心になんか見聞きするっていうようなことで養われるものっていうのはね、すごく大きいんじゃないかなと思うんですね。で、うちのまあいとこがですね、うちの父の仕事を見て、自分もああいうふうにおじさんみたいになりたいって言って、そっちの職業を選びましたけども、そういう影響ってあるんですよね。だからまあ、なんかそういうね、大人がいたら、
子供に接す、子供に触れさせるっていうのはいいことじゃないかなと思いますね。でやっぱり中学人生は中学で決まるって、まあ、小学校でもちろん決まるとか、生まれてすぐ5歳ぐらいで決まるとかっていうのもあるんでしょうけども、まあ、ほとんどね、なんか DNA で脳は決まってるみたいなことを言うんで、そんなこと言うともう、身も蓋もないんですけども、やっぱりそれでね、じゃあもう中学過ぎてして、もう中学で決まっちゃうんだったらもうしょうがないやみたいな、そうじゃなくって、やっぱりその小学中学ぐらいの頃の目っていうものはどっかに残ってるのでね、それを発見して自分自身でも、例えば仕事を選ぶ時とか、職業ねあれする時、勉強する時とか、あそういえばあれだったな、自分あれ好きだったなとか、なんか好きなものっていうものをこう思い出してですね、まあ、40からでも50か、私は50からもう一回新しい人生始まると思ってるんですけども、 50代ぐらいからですね、自分の頃好きだったもん、ちょっと勉強し直したいなって、勉強しながら、まあ、仕事を辞めるわけにいかないから仕事しながらね勉強して、そして、5年ぐらいね勉強して、その後、転職するとかね、副業するとかして、60ぐらいでもう専業になるとかね、70ぐらいで達成するとかね、本を出すとかね、なんかそういうこともできると思うんですね。だから中学生の頃にやっぱり目があるので、皆さんもその中学校頃どういうことが好きだったのか、どんな生活してたのかっていうのをね、もう一回思い出して、まあ、この動画の YouTube ではですね、13歳ぐらいから、こう YouTube がこう何歳ぐらいしたら何パーセントとかって見てますっていうのが出てくる、出してくれるんですけども、見ると13歳から何歳とか、10代の人とか20代30代40代50代60代以上の人とかってあるんですね。だから60代の人でもね、別にその自分がハッと中学の頃どうだったかなっていうのをもう一回思い出して、そしてあと、まあ、100年人生なので、まあ、60代の人だったらそこからねもう一回勉強し直すとか、勉強するとか、してですね、楽しい人生を、例えば、まあ、残り10年なら10年、20年なら20年、30年なら30年ね、晩年の人生でもいいと思うんですね。そして今、10代の人たち、もし見てたらね、今自分が好きなことっていうのはね、なんだろうなっていうふうにね、もう一回ね、思ってね、そして、もしね、自分に好きなことがあるんだったらね、これはね、ただ好きだけではね、ものにならないんで、勉強しなきゃいけないんですよね。だからそれを頭に置いて、やっぱり中学校の勉強する、高校の勉強する、大学の勉強するっていうように、そして本を読むとかね、まあ、YouTube 見てもいいですけど、やっぱりね YouTube の動画だけでは勉強はできないんですね。いくらノウハウがいろいろあるにしても、やっぱりね一番身につくのはね活字を読むっていう、まあ電子書籍もありますけども、まあ物種類によってね、電子書籍ずっとさっと読むには早く読めるのでそれもいいですけど、じっくり読むにはね、やっぱ紙の本が身につくので、考える力っていうのと、やっぱりその身につく力っていうのは、やっぱ紙の本何回でもこうページ元に戻して読めますからね、わからなかったらもう一回ね、もちろん電子書籍でも戻ることはもちろんできるんですけど、スマホとかタブレットとかパソコンで読んでるとね、どうしてもね先へ行きたくてね、どんどんねスクロールして進んでしまうんですよ。私はそういう風になっちゃうんですけど、だからやっぱりね身につくの、紙の本も大事ですのでね、電子書籍で読んだ後もやっぱりいいあれがあったら紙の本で、若い人はそうして、自分のね、人生を中学の時に決まるので、人生は中学の時に決まりますので、まあそういう風にですね考えて、まあ後の祭りの私のように今頃気がついても遅いんですけども、まあ遅くてもですね、これから私は電子ピアノ買ってピアノをもう一回やりたいなと思ってるんで、どこまでいくか分かりませんけども、遅いっていうことは、始めるのに遅い
ていうことはないって言ってる人がいるんで、まあ、年を取ってる年よりは遅いことないよと思って始める。若い子は中学の時に決まるよって、若い頃は大事だよと思って今始めるっていうふうにして、まあ慶応義塾でね、私も慶応の、三田文学というあの編集室が、編集部があの慶応大学の中に、慶応義塾の中にあったので三田によく行きましたけども、慶応高校ではね、エンジョイスポーツっていうらしいんですけども、エンジョイするために、人生をエンジョイするために、中学の時代、過去になった人は過去の中学、現在を、現在中学生は今の自分を見て、もう一回ですね、中学生の頃の自分を見つめて、再出発、遅くないですから、まあ、ちょっと遅い人もいますけどね、でも遅くてもいいじゃないですか。あとの1年それで生きるとかね、別に死ぬまでに、生きればいいわけですから、その人その人によってね、死ぬ時期はみんな分かりませんから、それよりも今は楽しむっていうことが大事かなと思って、今日は人生は中学で決まるっていうお話しました。ありがとうございました。またね、チャンネル登録お願いします。いいねもお願いしますね。そして、まあ、反論があったらね、中学なんかに決まらないよっていう反論があったらコメント欄に書いてください。じゃあ、ありがとうございました。